はい、それでは、次の、話になります。今のところなんかわからないこととか質問とかありますか？大丈夫ですか？はい、はい、あの資本金を借りるためには、はい、結構その人にも、はい、いろんな条件があると思うんですけど、はい、それってやっぱこう正社員で何年もやってたりとか、あと土地を持ってたりとか、はい、いろいろあると思うんですけど、普通の人でも借りれるんですか？普通の人でも借りれます。条件、あのクレジットカードが終わってなければ、うん、大丈夫です。そうなんですか？あとはもう事業計画書も書くとか、うん、あとはその実際に融資の担当ね、銀行の融資担当の人がいるんで、その人をいかに切り崩すかっていう勝負ですね。で実際にそこでコネとかも使えるので、ね、うん、僕もあのパートナーに融資のコンサルタントがいるんですけど、そいつがもともと銀行の融資の窓口の担当の子だったんですよ。今保険の営業やってるんですけど、その子はずっとね、融資受けないですっていう人に対して、これはダメですとかね、これはこうしたら貸しますとか、これがこの事業計画書はダメですねとかっていう側の人だったんで、その人に僕いろいろいつも聞いてますけど、まあ、大体、まあ、結局は人なんで、なんか、あ、いや、ちょっと頑張りますっていう人と、これはこうね、こうね、こういうビジョンがあって、今でもこういう経験もあるし、こういう経験もプレゼン能力が結構ね、問われます。うん、だから、まあ、まあ、変な経歴がなくて、まあ、プレゼン能力があって、ちゃんと事業計画書書けば、意外と借りれます。ちょっと補足ですけど、公庫とか、普通の公庫とか、あと今、県とか東京都もそうですけども、その県がやってるその女性の今、支援のそういう助成金っていうのがすごい出てるので、とか300万とか、うん、そういうのがあるので、そういうのを上手に使うと、全然お金かけれます。はい、すみません、補足でした。はい、はい、なんか、上川先生の、はい、エステサロンさんの方の、あ、そうです。なんか助成金300万下りたって、はい、そうですね。で、今、脱毛して、今2年になるんですけど、うん、その方の事例、今載ってますけど、あしてまたよかったんですよ。はい、まあ、そういうね、助成金を受けるとかっていう選択肢もありますので、その辺も調べてやっていただければなと思います。まあなんかね、そういう資金を調達したいとかいうのも、まあ、相談していただければ、先ほどのね、融資コンサルも紹介できますので、ぜひ相談していただければと思います。はい、それではですね、次は程度ビジネス決まっている人もいると思うので、まあ、ここはさらっていきますけれども、ビジネスの種類はどういうものがあるのかというところで、まあ、ざっくりと種類の方を説明していきたいなと思います。で、先ほども言いましたけども、基本的に単純です。ビジネスはですね、まあ、自分の商品を売るか、他人の商品を売るか、ただこれだけですね。ただこれだけです。この2つですね。で、自分の商品を売る、先ほどもね、今日いる人全員こちらですかね、自分の商品を売るっていう方で多分進めてると思いますけども、よく代理店とかね、フランチャイズっていうものはこっちですね。代理店、フランチャイズとか。で、比較的この代理店フランチャイズっていうのは、まあ、取り組みやすいとされてます。今商品ができてますんで、ただそれを売るだけ、売るだけでね。で、この中には、まあ、コンビニとか、まあ、不動産の営業とかもありますし、まあ、保険の営業とかもありますし、あとラーメン屋とかね、そういうのもマッサージとか、まあ、この辺も全部ね、代理店あります。なので、まあ、自分でビジネスモデル作れないとかね、すぐに始めたいとか、まあ、簡単に始めたいっていう人は、まあ、こういう代理店の権利とかっていうのを買ってビジネスを進めることができます。コンビニとかだと多分1000ちょい払えばできたりとかするので、まあ、融資も比較的ね、もともとブランドがある会社の代理店ありますから、融資を受けてこういう代理店を、ね、すぐにやるっていうことを可能ですと。で、自分の商品を売るっていうのは、これが、まあ、僕もそうですけども、まあ、コンサルティングの商品を作って販売するとかで、川上さんだったら、収納のねやつを
あとは、相馬さんは何のビジネスでしたっけ？パジャマ。あ、パジャマか。はい、パジャマ。あ、じゃあ結構物販の方に、さっき僕やったネットショップとかそっち系の、はい、話なんですね。竹内さんは何でしたっけ？ハンバーガーと、ハンバーガーと、あとオーダーのヒールのシューズとかですね。なるほど。ハンバーガー屋さんはやらないんですか？ハンバーガー屋さんです。アメリカンダイナーみたいな感じの、ね、はい、そうですね。ヒール、はい、あとヒールのお店、オーダーメイド。ここはまだあんまり最近思ったところで、僕がね、一回見たクライアントさんで、野球のグローブあるじゃないですか、うん、野球のグローブのね、オーダーメイドのグローブ屋さんやってる人がいるんですけど、うん、その人、ね、ずっとFacebook でなんかいろいろ宣伝してるやつなんですけど、僕がコンサルティングが入って、その人がね、なんか月にね、2件ぐらいしか取り合わせなかったんですけど、1日20件ぐらいしか作るようになって、で、今ね、明けましておめでとうございますって今年 LINE したんですけど、最近どうですかって言ったら、300個予約待ちですっていう、もう生産が追いつきませんでした。やっぱ一人でやってるんですか？いや、オーナーさんが一人いて、うん、オーナーさんが一人いて、で、その下になんか野球を昔やってた協力してくれる若い子がいるんですけど、うん、バイトっていうか業務お手伝いで、僕がこの子を一人ずつ、まあ、一人ずつってこの一人一番最初に頑張ろうとしてた人を僕がこの人に直接教えたんですね、うん、この人はもうやれないから大変だからって言って、でこの人にやらしたらこの人のブランディングやったら、まあ、ここですごい、なんか今はね、なんか僕は YouTube 教えてないんですけど、今すごいなんか YouTuber みたいな感じで YouTube とかブログを紹介したりして、なんかすごいめちゃくちゃ活躍してる感じなんですよね。あ、ちょっとオーダーメイドっていうことで、今ピンときたんですけど、実際これだったら多分ハンバーガー屋さんのよりも多分こっちの方が現実味があるかなと、うん、そうですね、思いますね。別にリスクないんで、これ僕もそう思いますでリスクないですから、まあこういうね、作る人だけ見つければ、作る人っていうのはその、職人か、そういうことか。私が描いたデザインしたものを形にしてくれる人を探すってことですね。そうです。そうで、ここ の, オーダーグローブの人もそうです。あ、じゃあ職人さんがいらっしゃるってこと。そう、グローブ職人とオーナーと若いお手伝いっていう3人だけで始めてます。へえ、うん、で SNS でブランディングしてちゃんとブログとかをね、ちゃんと作って、でちゃんと問い合わせページとか全部用意して、うん、でやったら300個待ちっていう感じなんで、これリスクないんでね、オーダー入ってから作ればいいんで、めちゃくちゃいいと思います。なるほど。一応なんかこうウェディングとかでこう何て言うんでしょう、こうオリジナルのものを作っていくみたいな感じで、単価とかもそんな安くしたくなくてやるんですけど、グローブっていくらぐらいなんですか？グローブはね、4、5万です。あお、すごいですね。結構ターゲットを、ね、絞るとか、結構そういうマーケティング的なこともちゃんと必要なんですけど、まあ、そういうのやれば全然 4,5 万でも売れます。うん、でもこの職人を見つけるとかっていうのはね、コネクションが必要。コネクションじゃなくても、今って僕この前です、ついこの間、アパレルの、個人でアパレルやってる人がいると、社長とお話ししてたんですけど、この人も一人で始めて資本金がね、100万くらい100万ぐらいなんか借りてやり始めたって言ってて、なんか工場と契約をして、自分が、その人も別に元デザイナーとかじゃないですよ、なんかノリでやり始めたっていう工場の LINE 契約して、で自分が、ね、こうやって描いたデザインを、これ洋服ですけど、ちなみに自分で描いたデザインを言って作ってもらうと。で意外と16個とかからできるんですよ、作れるんですよ。小ロットで実はできて、16からとかできて、でこれで発注で届きますと。でそれをネットショップとかでご販売するみたいな、まあ、ちょっとね、この人は、結構ターゲット絞ったところで、すごいなんか、こう身長150センチ以下の
なんかめっちゃ細い人用専門の洋服屋さんをやってて、いいね、なんかマックス1500万ぐらい売り上げたかなっていう人で、素晴らしい、やってました。この人は結構なんかノリが結構ゆったりした感じなんで、めっちゃ稼ぎたいみたいな、起業したいっていうタイプではないので、この1500万程度で収まってますけど、多分これ普通にじゃあこのデザイナーさん雇ったりとか、発想をね、あのなんか外注したりとか、あとはなんか人雇ってなんかやったら結構大きくちゃんと組織すれば、多分これもうちょっと自然にいくかなっていうモデルでしたね。この人はあの余談ですけど、この人もこの会社売却したいって言っててその話だったんですけどね、もう飽きたみたいな、ね、そう、もう飽きたんでみたいな、で僕のパートナーの社長さんに売りつけようとしてたんで、そのところに僕はちょうど居合わせたっていうだけなんですけど、はい、まあそれこれだったら、ね、本当にすぐできます。資本金100万くらいできます、うん、100万もなかった。その人、ね、30万持ってて30万で始めたんですよ、実は。でなんか心配だから100万借りたいな、で結局これ手つけてないみたいな、うん、そういうイメージです。だから受注発注で OK なんで、だからホームページ代だけです、ぶっちゃけホームページのサーバー代だけお金かかるっていうイメージで、 あと集客やっちゃえば、ね、結局全部先払いで後でも、なるほど、ね、そうそうそう、全然キャッシュもあると。じゃあその在学中にビジネスとしてこう起業するっていうのも別にできそうな、全然できそうな感じですか？全然余裕です。余裕でできます。余裕です、ね、明日からできます。明日からできます。ます。で今はすいませんね、ネットショップも今無料で使えるやつとかいろいろあるんで、そういうこういうあのネットショップ、そういうのを最初使って、うん、で売れてから徐々にそれにこう本編にお金かけて。ああ、なるほど。そうするとオークションでもいいですよね、星間先生。はい、オークションで売ってもいいですよね。あ、オークションで売ってもね。ああ、ヤフーとかメルカリとか、そうです、メルカリとかでテストマーケットする、アマゾンでもいいと思います。これだったら相馬さんも同じパターンだと思います。そうですね、相馬さんもできますね。同じパターン、これぐらいで全然できると思います。なんかあれも子供エプロンとか、はい、そう、あとで僕喋ります、その方。ああ、そうですか。はい、なんかね、そういう感じもありますんで、多分ね、意外と考えてるよりすぐできます、うん、企業って、うん、で僕らが得意なのは基本的にそのネットを使ってやるっていう話なので、まあ、ネットって基本的に受注発注ができるから、もう作っちゃって買ってもらってから、ね、作って販売するっていうことが可能なので、もうあとは、ね、勢いだけみたいな明日からできますみたいな、決断だけですね。決断だけ決断してよいしょってやるだけで、あとはもうできちゃいますという話です。で今すごいね、竹内さんすごいいいこと言ったんですけど、早いなんか学生からねできますかっていう話をしてたんですけど、もう学生からむしろやった方がいいです。なんかできることから、うん、なんか貯めてビジネスモデル考えまくって、社会人になってからなんかサラリーマンになって、なんか一回社会を経験してからなんか貯金して起業しますとかも遅いからやめた方がいいです。そう、もう今やっちゃった方がいいです。なるほど。これってなんか起業するにあたって、なんかどこかに役所とか、なんかどこかに申請がいるんですか？いや、別にいらないですよ。強いて言えば個人事業所得っていうのを仮の届け出せばいいだけです。どこに出せる？税務署に。税務署、はい、最寄りのその自分の地域の、はい、屋号考えてね。はい、屋号っていうのはお店とか飲食店とかによく書いてある、うん、なんかワインのお店みたいなね、大島商店みたいなね、そういう何でもいいんですけど、そういうのを自分で考えて、名前書いて住所書いて終わりです。それ提出してればもう個人事業主として、それってお金かかるんですか？何万とか、いや、3000円くらいですよ。数千です、はい、でそれでも、じゃあその日が創業日になるってことですか？そうです。まあ、申請出してない人がほとんどですけどね。そうですか。その場でやってないと、後で儲かった時に追徴で取られちゃうので、ちゃんとやっちゃうと、そういう税金のことも知らなくてやっちゃうし、本当だ、意外と簡単なんで、すごい簡単じゃないですか。やってほしいですね。で僕もよくクライアントさんとかにも言うんですけど、ビジネスってもうスポーツと同じなんで、もういかに練習したかっていう話なんですよ。なんかいいビジネスモデル考えてとか、なんか素晴らしい、ね、仕組みを作ってとかじゃなくて、なんかこう昔からなんか何回も何回もやって、何回も何回も失敗して、まあ、野球だったらね、うん、小学校から素振りしてた方が絶対うまいわけじゃないですか、うんうん、だからといってなんか才能があるとかね、なんか素晴らしい、なんか野球のイチローのフォームをマスターしましたみたいな、高校野球目指しますって言っても絶対無理じゃないですか。そうそうそう、いかに素振りしたかみたいな、そういう話なんで、もう学生からやっちゃった方がいいし、今ね活躍してる上場企業社長さんとかも大体みんな学生起業してるか、
親がもともと起業かどっちかなんて基本的にはね、それを継ぐみたいな、継ぐかもう学生起業してるかどっちかです。大体なんかいきなりすごいビジネスモデル見つけて成功したいなんて一人もいない。でも結構長年やってる。長年、ね、意外と地味にみんな、ね、地味にやってますよ。いきなり売れる芸能人がやるのと一緒です。みんな芸人でも5年とか6年下にしてるんで、ピコ太郎もね、最近の知ってます、ピコ太郎実は超苦労したっていうの。そう、芸能芸歴も20年ぐらいですよね。昔ね、なんかトラのマネーのトラって知ってると思うんですけど、マネーのトラ出てね、プレゼンしてね、あの時からあの海外で活躍できるミュージシャンになりたいっていう言ってて、まあちょっとミュージシャンとは違うけどまあね、一応シンガーとしてね、あの話されたっていうのは、まあ、20年後だったっていう話ですけども、まあ、大体皆さん社長さんはそういう感じです。途中でね、マスドタウンもそうだし、ね、サイバーエージェントもそうだし、基本的には最初はなんか広告代理店を、ね、からちっちゃく始めて、でだん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 コツ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 大きくしていって、で いろんなビジネスモデル試していくうちに外れるものもあるし、当たるものもあって、たまたま何かドーンって当たって、それがこうみんな有名になって見えるから、あ、すごいビジネスモデル考えた人なんだなっていう印象ありますけど、それまでもう地道にコツコツね、いろいろ失敗しまくって大体皆さんやってるので、まず、まあ、今の本当武さんの例で言ったら、学生からもうこのヒールをね、さあと言ったらさあやっちゃって、ね、やっちゃってもうガンガン攻めた方がいいです。全然売れませんでもいいんですよ。最初売れないんで、だから考えるようになるので、売れるためにはどうしたらいいかって発想になります。はい、全然売れないんでね、最初は売れないのが当たり前なんで、そうです、やべ売れないみたいな、何がいけないんだろうって考え始めるところからがスタート。そこから自然に考える感じ、どうしたらいいんだろうっていうところをずっと考えてもしょうがないということですね。